ギー、こんにちは。こんにちは、甲子園欅散歩道、はい、マギーログ動画、はい、今日も甲子園欅散歩道を、はい、マギーと一緒にお散歩したいと思います、はい、どうぞよろしくお願いします。マギー、今日はどこに連れてくれますか？今日はね、もうそこ、はい、もこ側がすぐ、もう手前のとこなんですけど、今日は今までちょっと行ったことないところですよ。これは楽しみやね。どこ連れてくれるの？はいはい、どこだと思いますか？今日はあれやね、天気曇ってる ね、うん、今日ははい、じゃん、お伝統神宮原酒堂さんです。はい、すごい名前やね。漢字が並んでますよ。伝統神宮原酒堂さん、すごい名前やね。すごいでしょ。なんか達人がいそうなね。そう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 、はい、私ね、あの、うん、ここの入り口まで来たことあるけど、中入ったことないんでね。じゃあお邪魔しましょう。はい、お邪魔します。お邪魔します。こんにちは。あ、先生、お邪魔します。あ、こんにちは、よろしくお願いします。ちょっと先生、すいません、ちょっとお邪魔させてもらって、いろいろお話聞かせてもらってもいいですか？お願いします。どうぞどうぞ。ありがとうございます。はい、じゃあお邪魔します。お邪魔します。こんにちは。初めてドキドキします。いや、広いですね。そうですね、こんな奥まであるなんて知らなかった。先生、お邪魔します。こんにちは、よろしくお願いします。お邪魔します。ちょっといろいろお話聞かせてもらっていいですか？はい、どうぞ。はい、ありがとうございます。あ、座らせてもらっていいですかね？いいですか？はい、すみません、ありがとうございます。じゃあ僕も座らせていただきます。はい、はい、先生、こちらは、はい、針ですね。針の、はい、治療になるんですかね。針治療ですね。針とお灸とか、うん、お灸も、はい、マッサージはないんですか？マッサージしないですね。あ、針とお灸だけですって。あ、そうですか、うん、はい、で実際その先生のところに来られる患者さんはどのような症状をお持ちの方なんですか？そのよく言われるその肩こり腰痛もあれば、うん、そうですね、まあ、内科疾患であるとか、はい、膠原病であるとか、うん、あとは婦人科疾患とかもね、来られますね。あとはね、アトピー、喘息とか。アトピーも。そうなんですよ。喘息とかね、結構困ってはる方多いですよね。多いですよね。針で治るんですね。なんかこういう針とかお灸って腰痛とか肩こりとかなんか膝痛いわっていう感じの人だけと思ってたから、ちょっと衝撃ですね。そうね、肩こりとかってね、まあ、こう肩にねいっぱい刺すっていうのがありますけど、肩こりでも僕らはその大元のどうやってそういう肩こりが起こってるのかを探っていって、結果的に肩に刺すんじゃなくて頭であるとか足先であるとか刺すんで、全然全く知らずに来られる方は、え、そこでいいんですかなんて思いますよね。肩やのにって。そうそうそう、そうなんですよ。これって何ですか？これね、カルテなんですけどね、そういったらこれを最初に書いていただいて、お体がどういう状況なのかっていうのを、これで探っていくんです。だからね、脈を実際に見たり、舌をね、舌を見させてもらったり、体のいろんなツボの状態っていうのを探ったりね、しますから時間かかりますね。実際その打つ針って、大きい針なんですか、ちっちゃい針なんですか？針見てみたいな、どんな感じなんですか？ここにありますけど、はい、ほんと細いんですよ。小さいんで、髪の毛より細いって言われてるから、0.2 とかですね、0.18 とか。なんかもっと一箇所ってよく聞いてたから、なんかもうぶっといやつズボって打たれたかなと思ってたよね。例えば、こう横出しって言って、あ、斜めに、こういう風に、これ普通だとね、こう直視でまっすぐね、ふさって入れると、はい、一気にちゃんとこうね、深くまで入っちゃう。そうですよね。これを横にね、皮膚に沿ってずっと入れてったら、こんな浅いままでね、刺さっていくんで、こういう刺さない針があるんですよ。刺さない針って何ですか？例えばこういう一つ、こういうものであるとか、あとはこの、まあ、先は尖ってるんですけど、実際には刺さらない。刺さらない、それはあ、先を当てるだけっていうことですか？そうですね、当てたり、もうかざすだけっていう。かざすなんかでいけるんですか？やっぱり木の状態なので、木っていうのは全部でこの
表面からも全部ありますので、その変化を探りながら針をするんです。その針以外の治療方法はあるんですか？針以外は補給ですね。補給ですね。補給であるとかですね、なんか出てきますか？なになに、興味津々。本当にひねって、市販ではね、今千円級っていうのが、ね、ありますね。やったことないですけど、これを実際にひねったりして、これひねってね、はあ、ツボにね、ヘガリつけて、はあ、これで切って、こんなちょっとだけなんですか？そうです、そうです。ベッドリングかと思ってためちゃめちゃ熱なりますからですね。そうなんですか？こういう部分をこうやってね、やってすごいね、こんなちょっとなんだ、なんかね、普段こう仕事に忙しい現代社会人にとってですよ、ちょっとこう疲れたなって時には、先生とか相談来るべきやね。そうですね、来ないとダメですね、でまたしっかり疲れとってね。そうですよね、明日からのパワーが変えないと。そうですね、マギ、今日ははい、伝統鍼灸原酒堂さん、原酒堂さんね、はい、はい、はい、たくさんの方来ていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました、ありがとうございました。